よろしいですか。で、あのね、人参もやっぱりね、どんどんあげればいいっていうものじゃない。で、その餌とは違う。いや、あの、いわゆる食事としての餌とは違うので、はい、褒めてあげる、まあ、要はご褒美だね、ご褒美、それから自分とのコミュニケーションを作るために自分を覚えてもらうためのちょっと賄賂みたいな感じだから、その、たくさんやればいいっていうものではなく、あの人人参持ってくるなっていうのがふっと見て、こうやって顔見たら、あっ、こっと出して、はい。で終わりでいいじゃん、うん、あのそこまでコピーを売る必要ない、はいはいってね、あ、うん、まあそれは楽しいけどね、まあ喜んで食べるのもね、うん、だけどあのたくさんやらなくても大丈夫です、うん、よろしいでしょうか、うんうん、僕はねもう最近はほとんどやらない、うん、そんかに餌やってるからね、うんということでございます。はい。よろしいですか。じゃあ終わり。